十六武蔵は日本の伝統的なボードゲームである。漢字で十六武蔵、十六武蔵などとも書かれる。少なくとも江戸時代から明治時代にかけて遊ばれていた二人で行うアブストラクトゲームで二人霊和有限確定完全情報ゲームのうち霊和以外の要素を満たす。普通は子供の遊びであった。新年の季語でもある。平安朝時代に 中国から伝わった正月遊びと言われ、古代中国の八道工勢から派生したと推測される。古代インドにもアシタパーダという類似のゲームがあった。明治時代には正月三が日に村人が寺に集まり金をかけて遊んだなどの記述が見られる。本項目では同じルールを流用したキャラクターゲームである宇宙鉄人兄弟ンタンクダー撃滅作戦についても 合わせて解説する。各国旗人16、武蔵国立国会図書館像16、武蔵の番は、正方形と、馬小屋、または、接鎮と呼ばれる、直角に等辺三角形を組み合わせた形をしている。正方形は、中央5本ずつの直線によって作られ、交点の数は十五である。さらに対角線を引き、四辺の中央の交点を直線で結んだ。 小さな正方形を描く。三角形の方は、この正方形を対角線に沿って4分割したうちの一つと同じ形をしている。三角形の直角の部分が正方形の一辺の中央の点に接しており、交点の数は全部で33になる。二人の競技者は片方が親になり、もう一方が子になる。親は正方形の中央の交点に駒を一つだけ置く。 子は正方形の四辺にある16の交点にそれぞれ駒を置く。駒は何を使っても良いが、四角や円形の紙に絵を描いたものが市販されていた。通常親の駒は大きく作られていた。親から初めて交代に直線を経由して駒を隣接する交点へ動かす。直線上に交点一つだけ間を開けて、この二つの駒が置かれているとき、 親の駒がその隙間に入ると、周囲の2枚の駒をまとめて取ることができる。この駒に、親が囲まれて動けなくなったらこの勝ちとなる。この数が少なくなりすぎて、親を囲むことができなくなったら親の勝ちとなる。16武蔵の歴史で、必ず登場するのが、八道、厚勢という遊戯である。八道、厚勢は曇り無心薬、大発熱半病原病品、及び、 盆毛経菩薩会に見えるが、本来この語が何を意味したのかは明らかでない。日本では10世紀の和名類受賞で、八道、高勢に、やさすかりと読みを当てており、後に、武蔵とも読まれるようになった。しかしこの、やさすかり、ないし、武蔵は16武蔵と異なるゲームであり、日保辞書には6つの石を使うゲームとしている。和漢三サ図絵では、 こちらのゲームを、ムツムサシと呼んで十六ムサシと区別しており、その説明によれば、五石の白と黒を使って、一人が三つずつ駒を持って動かし、三つの石が一、直線に並んだら勝ちとするゲームだったという。十六ムサシとは、全然異なるゲームだったことがわかる。後に、名前が十六ムサシに流用されたのだろう。十六ムサシについては、日本国語大辞典は、徘徊。 毛吹草を古い例として挙げるが、マスカワ・は、新鮮遊学往来の、十六目国の例を挙げる。遠方九年に作られた、十六武サシという、すり物が残っており、親の駒が、武サシ弁慶になっている。また、和漢三サイズでは、八道、高勢と書いて、やさすかり、武サと読んでおり、そのルールは明らかに十六武サである。十六武サシや、 バカン3サイズへの図では三角の部分がなく、午後の25マスであった。これは、ネパールのバグチャルと同じである。バグチャルが、多くのコマで虎を動けなくすることを目的とする点も16、武蔵に似ているが、バグチャルでは、虎が4枚あり、またチェッカーのように飛び越すことによってコマを取る点が、異なっている。同型のゲームは、世界各地に分布する。西洋の狐とガチも、 同系統のゲームである。中国に16将軍という同様のゲームがあることは19世紀のスチュアートキューリンによって説明されている。こちらは正方形の外側に飛び出した部分がある点まで似ている。上記和名類受賞のやさすかりや武蔵が何を意味するかはやさす狩りのやがおそらく8だということを除いてはよくわからない。限界は 武蔵を、武蔵し、やさす狩りを、八さす長歩と解釈している。物類証拠によると、十六武蔵は、各地で、武蔵、弁慶武蔵、十六さす狩り、さす狩りなどと呼ばれていた。安在随筆には、上記の6つの石を使うゲームを、鎌倉で、日蔵といい、十六武蔵のことを牛、牛い日蔵という話が記されている。近代になると、人気人気漫画や、 テレビ番組はボードゲーム化されるものも多かったが、特撮ヒーロードラマ、宇宙鉄人兄弟は、ポピーから16武蔵のアリューゲームとして発売された。主な違いは以下の通り。ありがとうございます。